はい、というわけで、どうも、今もひなたです。また、みなちゃんが大阪から来やがりました。ダメ、嫌がるダメ。どうも待ってましたよね。でも結構マジで、そのみなちゃんとのシリーズ、人気で。ほんまになんかみんな面白いって言ってる気がする。えなんか頭おもろいこと。ほんまにやめて、それ。もう何回言ったらいいんこれ。やめてって。何にもないって。悪魔取りました。あるやんけ。痛かった。どてっこい痛い。どう満足感は完成しきってないから。あ、そうなんや。そう。あと1ヶ月やから。けどだいぶ自分的には。涙袋出たみたいなやつだけど。涙袋出たみたいな。あと髪染めて、ネイルしました。見えますかね。お前そのネイルやめて。いやいや、ワンワン。どこまでも走れんな。やめて、それ。それでは今から、お家に行って、なんだかんだ喋りたいと思いまーち。ゆる。じゃあそれでは今から、お家に、ぴょーん。あ、ぽーん。何それ到着したやん。あ、ごめん。そういえばさ、にゃらさ、年末にさ、勝負してることがあるやん。ありますね。あおちゃんと、みなちゃんと、みなで、とある勝負をしています。さあ、発表してください。いいんですか？じゃあドラムロールするわ。どんどく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 はいつかわからんからゴール。うん。いくでいくでいくで。よだれ出た。3ヶ月前からやってんねんけど、体脂肪率が一番下がった人が31日に夜中から屋台に行くんですけど、その屋台大ごり、3位の人が1位の人に大ごり、うん、キャビアとかも頼んじゃう。キャビアも、うん、でさ、うん、3ヶ月前からやってるやん、うん、痩せた？マジなんも痩せてないやんな。みんな太ったほなもう3位確定や。ひなはちょこちょこ筋トレみたいなのやってるんやけど、やってるみんな。でもひなマジで太りやすい。歩いてるし、ひなは筋トレもしてんねん。なのにこの始末これなのね。お母さんとかもめっちゃ太ってるやん。うちのお母さんかわいいね。太ってんねんな。かわいいね。クソ太ってんねん。クソじゃない。クソクソ太ってんねん。なんかひな遺伝関係あると思ってんねん、正直。あ、お母さんがそうやし、パパは？パパも太ってきた。春日も太ってる、朝日も太ってる。だからほんまにそういうなんか太りの遺伝子がめっちゃ入ってると思う。太かけ？うん、マジで太かけやと思う。だって言うてひな2年ぐらいずっとちょっとずつダイエットしていってるつもりなんやけど、全然理想の体脂肪にならへんねん。これは何かがおかしいぞって思うんですよ、ひな。そこで今日自分の遺伝子の情報が分かる検査あります。へえ。じゃーん。ほんま距離感バグってるよね。じゃーん。CircleDNA っていうねキットがあって、このほっぺたほじほじってするだけで全て自分の遺伝子、例えば何を食べたら太るだとか、がんのリスクが分かっちゃったりとか、お肌に何が合うか分かっちゃったりとか、自分が何で太りやすいか、炭水化物なのか脂質が太りやすいのかなのかとかっていうのとか分かんねん。すごない。あおちゃんがさコツコツさ一人でやってるやん。あいつな晩ご飯なもやしらしいで。栄養不足も分かんねんけどな。もやしナムルらしい。大丈夫？罪悪感あるって。なら思いっきり焼肉とか食うて。俺ら朝から焼肉食うてんぞ。まあとにかく全部分かんのよ、自分の先祖何人なのかみたいな、っていうのも分かったりするんだけど。へえ。だからひな正直日本だけじゃないと思うね。目めっちゃ日本やけど。うそ。じゃーん。じゃかじゃーん。じゃじゃじゃーん。じゃじゃじゃーん。じゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん。こんにちは。何見せられてんねんマジで。どうやって検査するんかいっていうのを今からちょっとサクッとお見せしますね。はい、これみなちゃんの。ありがとう。ひなと顔隠して。あ、かっこいい。キットが入ってるので、この綿棒でお口の中を、この頬のとこを10回ぐらいこするね。歯が、結果は18日営業日に出るみたいです。これをだから返送するのも無料で、で、最後結果はアプリで確認します。めっちゃ良くない？うん。逆！手の向き全部来てる。で、これひならもう実は結構前にやっときました。はい、で、結果がもう来てます。私見てないです、まだ。でも見てない。なんか豚マークとか載ってんじゃん。キュンキュン警告また泣くんやけど。大豚マーク。あとひなさ、気になるのがさ、めっちゃお酒弱いやん。昨日エグかったやん。ひな、実は昨日、ちょっとご飯行ってカラオケ行ってお酒飲みすぎてほんまに記憶なくなっちゃうぐらい飲んじゃったんですけども、お母さんもお父さんもお酒ほろ酔いひと飲みで倒れんねん。それぐらい弱いねんけど、ひなはほんまにお酒マジで弱い。どっちの方が弱いっていつも喧嘩なんねんな。ほんまに弱い。今日それわかるやん。ほんまやな。え、わかるんかな、その1位2位みたいなやつ。1位2位はそういう記載はないけど、マリオカートみたいなのならないけどわかると思うで。まあ早速見ていきましょうか。マジで楽しみやねんけど、いろんな項目あるんやな。見て、皮膚とかスポーツフィットネス、成功の特性、音楽とダンス、先祖構成、性格特性がわかる。やばいんやけどこれ。まずやっぱりダイエットやから食事いっていい？何か。あ、ほらアルコール通常よりも高めの感受性。これえぐいでいいな。うわー、これだけみんな見ていい？今。いいよ。その比較しよう。一緒やん。一緒ぐらいだね。すごいってこれは。やっぱりでもあかんねやな。1日の摂取量を1杯までに制限してくださいってみんならここ推奨事項ね。うん、推奨事項どうしたらいいかみたいな書いてんのいいな。うん、お、脂肪感受性でも正常やわな。食塩感受性、ほらひねめっちゃむくむから。確かに見えないもんこれ。むくみちゃうもんこれ。今いい感じ。昨日でも見えなかったね、あんたむくみすぎて。やっぱりな、乳糖不対称、プロテインでお腹壊すの。ホエイ、牛乳。味覚感受性超味覚やって。やっぱりな、舌なシェフやなと思ってたよ。えぐい。あんたあれ何でもうまいって言うな、うん、なんか気しゃぶらしてもうまいって言うんですよ。待つて待つて待つて。気はしゃぶったことあらへん。これしゃぶれってか言われたことないわ。いやでもそうや、それぐらい何でもうまいって言うやん。ひなが前一緒にハンバーガーみたいな食いに行った時に味濃すぎるなみたいな。でもみなちゃん平気でプレートまで食ってました。食うてへんやろ、とんでも人間やないか。わあわあちゃうよ。アナログバリ楽しいんやけど、これなんだ。めっちゃおもろいな。デトックス早いんやなあ。ほら昨日ベロベロやったのにもう朝めっちゃ超回復しててんや。待って、それだけは話させてくれる？1時に帰ってきたよね。家着いたら2時だよね。2時から6時まで付き合わされてんの。今寝たら死ぬって言われて、今寝たら寝ゲロして溺れて死ぬって言われて、6時まで味噌汁2杯飲んで漬物食べて水3リットルぐらい飲んで浴びて、みんなこんなんなってんのに寝かされへんくて。マジで口3つぐらいあったりめっちゃしゃべった。口3つマジでもうちょいしゃべろうね。でも1秒も覚えられへん。だる。皮膚は皮膚みたい。実年齢よりも低い肌年齢。それは若いってことじゃない？めっちゃ若いやん。めっちゃ若い。セルライト形成高いらしい傾向。マックスやんセルライト。アスファルト太ももやもんな。何やそれアスファルト太ももって。お前これ実家行ったらさ、睡眠時間とさ睡眠深度みたいなどんなん？これ実家で測ってたら多分もう全部真っ赤か。実家って寝れんねんけどな。めっちゃいや6回と思ってんねんけど実家荷物預けるだけやろあれ。寝るとこないって音楽とダンスしとけって。ダンス、先天的な才能があるって。あ、音楽も先天的な才能があるって。めっちゃ喜んでる。めっちゃ嬉しい。てかさ、これほんまよだれで全部わかるもん。すごくない？しかも 99.9% 合ってるらしいよ。先祖見ていい？ほんまや。祖先な。ほぼアジアや。99.61%。性格特性見る？うん。競争心が強い、挑発的なタイプ。挑戦的な競争心強い、思いやり全くゼロってことや。すごいこれ見て。耳垢のタイプ、乾いている傾向がある。瞳の色、茶色の傾向がある。茶色よな、うん、痩せている可能性が低い。そんなことなくない？福井、大きめの可能性がある。真っ赤やん文字。やっぱり内臓脂肪多いんかな。がんリスクいきます。ひなさ、おばあちゃんがさステージ4のがんなのね今。うん、あ、そうなの。乳がんで余命半年ですみたいな言われてんね、うん、それ4年前ぐらいね。すごいやん。だからおばあちゃんがんやから、それってがんって遺伝する可能性もあるから、まあ、リスクそこで見とけるっていうのは言う、ね、だからおじいちゃんにいつも言われてるもん、死ぬ死ぬ詐欺があって。ステージ4で全然元気やからな今。家でおるもん。お、がんを引き起こす異変は何も検出されませんでした。よかった。これ嬉しいね。でもなんもないよかった。これ項目めちゃくちゃ多いやん。ひならが今回見てるやつがCircleDNA プレミアムってやつは20カテゴリーを渡る500種類以上のレポート項目があるんですけども、じゃあ次みなちゃんの意見。ああ軽くね、何が気になるなんてあった？この中でクソおしゃべりなとことかそんなん書いてなくない？クソおしゃべりとかあった？みんなも音楽とダンス見ていい？一瞬。正常でした。やんな。祖先見よ。当てて。99.9%。カエル。100%。100%日本。あ、中国人入ってるんや。うん。湿ってる傾向がある。嫌やな。耳垢湿ってる。耳垢湿ってんの嫌やわ。でもどっちがいいとかないんじゃない別に。汗かき、普通以上の傾向がある。え、めっちゃ汗かく。やばい。でも汗かくのよくね。え、覚えてる？みんなバスケしててさ、みんなが通ったらさ、髪の毛から全部汗出るから、マネージャーがずっと後ろから。確かに。あ、痩せている可能性が高い。でもそれはそうじゃない。あ、低かった。え、痩せている可能性太ってるってこと？一緒？ひなた一緒。お腹の周り平均的やった。あんたなんか爆弾おにぎりって書いてたよね。ないで。え、爆弾おにぎりなんか書いてないで。金の字で書いてないで。いや面白かったなこの遺伝子の検査のやつは。世界で最も包括的な遺伝子検査らしいです、うん、包括的って意味わかる？わからん。ひなわからんかったから調べて、うん、ギュッとした感じなんやって。やば、団子の話してる。何の話？いろんな数ある遺伝子検査があるんやけど、それも全部まとめたみたいな。ああ、もうまとめブック、まとめブックみたいな。そうだから一番いいよね、赤本みたいな。あ、赤本ね。赤本、赤本や、これ遺伝子赤本や。遺伝子赤本みたいな感じ。なるほど。なんかぜひ気になった方はこれ使ってみてはいかがでしょうか。なんか今回またクーポンコードがあるみたいなので、クーポンコードやリンク経由での購入でサークル全キットが 20% オフ。でかい。プレミアム以外の手頃なバイタルキットでも割引らしいです。なんかこれのプレミアムよりもちょっと安めのバイタルキットっていうやつもあるみたいなので、もうちょっと検査項目は減るんやと思うんやけど、なんか手軽にできるみたいな感じで。で、クーポンの利用期限は投稿日より1週間ということで、1週間は使えるので、ぜひ気になったら使って。短めですね。はい、少しね。にぎやかし担当なんですけど。やかまし担当やもんな。にぎやかし。当てたまるか、やかまし担当なんか。なんかでも顔可愛くない？え、今日なんかそういう日あるよな、自分で。なんかすごくない今日。マジ言っていい？マジいつもと変わらへんかも。あんた多分みんなが30キロ太っても気づかんと思う。あ、気づかへんかも。気づけよ30は。正解があるから小学5年生の体重やで30キロって気づくやろ。マジでみなちゃんがなんかこの頬のところにピアス打ち込んでもマジ気づかんと思う。気づくってマジ気づかん。だからそれぐらいマジ見てないって感じ。メイジャーここに行こうあったら一番近い方にしゃべる。いいよいいよ。大丈夫だから、ひなって全部受け入れるってこと？全然まとまってないから綺麗に。変な人やで目4つあってこっちで喋るわ。変な人結構気にしいやってな。気にしいじゃないよね。だって30キロ太っても目4つあっても気づけへんって言われて気にせへん人おる？変やんな普通に考えて。ほんまにやかましいな。何時間喋り続けてるんよこれ。検査面白かったから。もう面白かったマジで普通にしてたよ、うん、とりあえずひなたは脂肪が多かった。塩分があかんかったな。でもさ、これがあるとさ、じゃあこっからどうやって生活していけばいいのみたいなっていうのがさ分かるやん、うん、これを知るとさ、あ、じゃあ塩分控えようっていうことがさできるからめっちゃよくない？あんた座高高いから正座してるわみんな。でも座高高いとか項目なかったからそれは分からへん。分からんやろここへブエーってやって座高高いってはい、というわけで皆様もぜひこのサークル DNA 気になった方はぜひ使ってみてください、うん、めっちゃ友達だったら盛り上がると思う。盛り上がるし勉強になる。自分が知らんことばっかり書いてるから、うん、というわけで皆様今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。グッバイシーユー。ひなたでした。ひなたでした。うっそー。どこ磨く？磨くのとこ見るの忘れてたっていうことで。冷た足。ん？ほぼ氷。傾いてるからひならが傾こう。直せよ。味覚感受性やっぱり普通である可能性が高いって。ほんまに。ほんまに何も味わえてないねん。言い過ぎ。でも幸せやでこれはこれで。何でも美味しいから。でもまあシェフにはなられへんやん。なれへんもん。だってやっぱりお前木しゃぶっとけ。てやー。ああカブトムシやん。